これはダメ、これはダメ、ちょっと待って、うわ辛っ、え、ちょっと待って。どうも激辛ジョニーです。今日もみんなの新火をつけちゃうぞ、やってきました。はい、ということで本日は私埼玉県は越谷市にやってまいりました。なんとこちらに激辛オロチョンラーメンがあるということで、今回私足を伸ばしてやってまいりました。そちらのメニューがですね、オロチョンラーメンということで、辛さレベルが中辛大辛ということでね、2段階の辛さに分けられて辛いラーメンが楽しみということでね、やってみました。濃厚な味噌と唐辛子の辛みを合わせた今回オロチョンラーメン、非常に楽しみでございます。本日のお店がこちらです。ドン丸金本舗大間の店でございます。駐車場も広くてね、車で来れるぞ、持ってこいぞということでね、来ました。ここにね、赤ちょうちん100年味噌ラーメンということで、これ味噌ラーメンが売りのお店でございます。早速中に入っていきましょう。レッツゴー。はい、というわけで早速中に入ってきたんですけども、こちらメニュー表あります。100年味噌ということでね、別に100年営業してるわけじゃなくて、100年使った蔵の中で味噌を作ってるから、この、100年味噌ということなんですけども、オロチョン味噌大辛でいきましょうか。じゃあ早速注文していきましょう。はい、来ました。こちらがオロチョン味噌ラーメン大辛でございます。見てください、これ、うわー、なんだ、もうスープがもう赤すぎてドス黒いぞ。なんだこれは、もうネギの上には唐辛子がかかってる。うわー、これは辛そうですね。炒めからして、これ入ってる具材、これネギ、これひき肉が入ってますけども、ちょっとね、今回はね、あの調理工程がちょっと見れなかったんで、あのぶっちゃけこれ食べるまで何が入ってるのかちょっとよくわかんないですけども、本当にあの見た目はね、もう真っ赤からいかにも辛そうなんですけども、早速食べてまいりましょう。いただきます。さあ、オロチョン味噌ラーメン大辛、お手並み拝見ですというところで、さあまずはね、勢いよくスープをすすっていきましょう。いただきます。いただきます。あ、これはあかん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 、これはダメだって。ちょっと待って待って、これやばいって、ちょっと待って、これはダメだって、ちょっと待って、うわ辛っ、え、ちょっと待って、うん、うん、なんだこれやばいって、これやばい、これはやばい、ちょっと待って、うわ辛っ、うわ辛っ、やばいっすか、これやばい、これしっくくったら死んじゃいます。やめましょう。ごめんなさい。普通の辛さでいいですか。普通の辛さでお願いします。辛でいいですか。これやばいです。了解です。了解です。これちょっと人体に影響があるので。すいません。あ、これやばい。なんかさっきのラーメン、僕仕様になんか超辛くしてくれたみたいで、なんかめっちゃ辛くしてあったみたいで、なんか入れてたんですよね。もう気合い入れてジョニーさん専用に作らせてもらいました、うん、無理だと思ったんでちょっと下げてもらったんですけど、これがオロチョン味噌ラーメン大辛、はい、正真正銘のね、見た目はね、さっきとあんま変わんないんですけども、非常に美味しそうなんでね、早速食べていきたいと思います。スープいきましょう。もう入ってないよね、あれはね、大丈夫だよね。はい、いただきます。これこれこれ、美味しい。さっきのはね、とんでもなかったんですけど、うまいな。ちゃんと辛いですけど、ちょっとさっきのは辛みが強すぎて、ちょっと口の中麻痺しちゃってるんですけど、一応大辛なんですけども、具材はね、これもやし、ネギ、ひき肉、すごい香ばしいですね。うま辛い。ちょっと口が痛いですけども、美味しいね。野菜が炒めてるのか、フライパンで炒めてるのかわかんないですけども、香ばしいですね。素晴らしい。うん、すごい。
ごいボリューミーだね。麺もなんか結構食べ応えありますね。ボリュームが満点、香ばしいな。おー、いいな。大盛りじゃないですもんね、これ。すごい。このオロチョンラーメン、うま辛ですね。半分ぐらい来たかな。オロチョンラーメンって、まあ、他の、ね、いろんなところでオロチョンラーメンってこう見る機会が多いかなと思うんですけども、オロチョンっていうのはもともとアイヌ語で勇敢なという意味らしいんですけれども、北海道のアイヌ民族由来の火祭りの語呂合わせをよくして、まあ、オロチョン祭りと呼ぶようになり、そこから火とラーメンの辛い味を引っ掛けてつけたのがオロチョンラーメンという由来らしいんですけども、オロチョンイコール、まあ、ちょっと辛いよみたいな、辛いよと、そういう意味でございます。やっぱね、こんな寒い季節だからこそ暑くてね、辛いオロチョンラーメンがぴったりなのではないでしょうか。野菜も多い、シャキシャキ。うわ、お腹がはち切れそう。おー、ものすごいボリュームだ。さあ、残すとこうね、最後このスープ、オロチョンの旨味が詰まったこのスープをね、飲み干してケリをつけたいと思います。はい、旨味たっぷり。ごちそうさまでした。お腹はち切れそうでございます。それでは辛さレベルの発表していきましょう。オロチョン味噌ラーメン大辛、辛さレベル、じゃらららら、じゃん、辛さレベル 5.5 です。おめでとうございます。最初に出てきたのはね、とんでもなくやばかったんですけど、このね、大辛、オロチョン味噌ラーメン大辛に関しては非常にうま辛でね、オロチョン味噌と野菜の旨味がスープに染み出て非常に香ばしい。まあ、興味ある方はね、オロチョン味噌ラーメン食べてみてはいかがでしょうか。それ以外にも、ね、普通の味噌ラーメンもありますんで、ラーメン好きの方はぜひ、来てみてはいかがでしょうか。ということで、今回ね、オロチョンってなんだろうな、気になるな、オロチョンってなんだろうなって気になって調べてみたら、火を表す言葉だと。火イコール辛いを連想させるぞ。そういったね、言葉の由来を知ると、あー、なんだかまた辛い料理を食べたくなるなって、この動画を見て思ってる、そこのあなた、お尻の穴に火ついちゃってんだよ。ということで、今回も最後までご視聴いただきありがとうございます。この動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。動画設定の通知もぜひオンにしていただくと、僕の動画がね、更新されたらピンといきますので、ぜひオンにしてくださいな。ということで、またお会いしましょう。バイ。